新しく入ってきた期待のホープ、宮地君お願いします。今日はぜひとも話したいことがあるそうです。皆さんはじめまして、今千葉支部でやらせてもらってます宮地と申します。よろしくお願いします。今回ですね、この国賊山本太郎というね、もうありえない人がいるんですけれども、こいつはですね、一番何よりもですね、福島を差別してるんですよ。こいつは自分は東北から今千葉にやってきています。それでですね、東北では本当に今大震災を迎えてからね、本当にもうずっとずっとみんな頑張ってきてるんですよ。それなのにね、漁業の人とか農業の人とかはもう矛先に向けてね、もうなんか放射能がうんぬんだが、ベクレルがどうこうだ、そんなんね、もうどうでもいいんですよ。実際問題もうね、普通に考えてみてもわかるんですよ。こいつらのせいでね、物が売れないんですよ。こいつらのせいで規制がかかってるんですよ。それで誰が苦労してるかって言ったらね、東北のね、農業をね、営んでる人たち、漁業を営んでる人たちなんですよ。それでもね、またこんな風になんか意味もわかんない、今度は天皇陛下ですよ。なんで膝をつかない、もうそこでもおかしいんですよ。そんなやつがね、国会議員だなんだ議員だってもうバカげてるんですよ。こんなん、こんなんが日本をね、もうどん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 こう発展させていこうって考える議員なんかになってる時点でもうおかしいんですよ、こんなのは。俺らが今ここで声を上げないとね、こいつらどん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 ヒートアップしていくんですよ。最終的にね、もうこいつらもう中核ですよ、はっきり言ったら。こんなんだからこそ今ね、俺みたいな、今21ですけれども、俺みたいな若い世代の人たちがね、どん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 、そして今放送を見てくださってる方の人たちもね、どん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 一緒に声を上げていかないとね、止まらないんですよ、こいつらは。だから今頃もうね、みんなで本当に声を上げて頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次にうちの広報局